はい、チーム長寺阿弁です。今日は京都来ててね、11時に合わせてちょっと食事朝昼兼用でね撮っていこうかなと思ってます。こちらオモカフェっていうんですけどね、ちょっと和のものも、洋のものも食べられるようなね、お店のようなので、この後行ってみようと思います。奥の方にはね、いちごミルクの、かき氷だとかも、写真が載ってますね。こんな感じでね、丼だとかでもしらす丼とかね、あとサーモン使った変わり種があったり、あとは最強味噌のね、豚をつけた丼、あとはこういうちょっとしたティラミスだとか、あの釜飯セットとかね、パフェだとか、ランチプレートとかね、あと今の時期だとかき氷があるんですね。はい、来ましたね。こちらの方がランチメニューで、しらす丼なんですけど、下がね梅ご飯になってるそうですね。梅のこういうジュレみたいなのがなってるみたいです。でこちらが何だろう、やっぱりジュレ状の何かがありますね。ちょっと食べていこうと思います。あ、結構ね、シソが入ったりだとか、ミョウガが入って、結構、そういう香りがしっかりする感じですね。あ、美味しい。シラスがひんやりしてるけど、ご飯があったかくって、そのコントラストがまたいいですね。あ、だけどミョウガとシソだとか絶妙で、梅の香りもよくてね、これ美味しい。こちらなんだろうな、あ、やっぱり茶碗蒸しに上にね、ちょっとあんがジュレっぽくなってる感じみたいですね。あ、これも美味しいわ。だしがすごいあっさりしててね、上のあんが冷えてるんでね、これもね夏場にすっきり食べられる味になってますね。この後ねちょっと全部食べていこうと思います。はい、続きまして勢い余って、ほうじ茶のかき氷を頼んでしまいました。抹茶が多いと思うんですけど、京都は意外とほうじ茶使ったものがあるんですね。でそれはちょっと、懐かしくって、頼んでしまいました。あ、香りがいいんですよこれね。で、あーずきね、それ練乳がかかってる感じですね。意外と小豆が少し塩味が効いてる感じですね。あ、おいしい。ほうじ茶の香りがね、緑茶とはまた全然違う香ばしい香りなんでね、これが美味しいです。で関東だと結構ねジャリジャリっとしたかき味の氷が多いんですけど、関西だと結構こうサラサラしたキメが細かい氷というね、そういう違いもあったりするんでね、かき氷食べるのも多分30年ぶりぐらいなんですけどね、あー、なんか懐かしいです。で白玉、これもね、舌触りがいいちゃんとしたね白玉で美味しいですね。まあこの後ねちょっと食べていこうと思います。はい、いただいてまいりました。すごく美味しかったです。ちょっとしたカフェっていうことでね、やってるところなんですけども、普通にこの丼なんかもねバランスが絶妙なんですよね。だからご飯の温度だとか、ああいうところの気遣いっていうのは京都ならではかもしれないです。
だからね、シラスが冷たくってご飯があったかいんだけど、熱々だとバランスが逆に崩れちゃうんですよ。程よい温度になっててね、そこにいい感じで、こうさ、タレになるものだとか染みてて、香味野菜のね、シソだとかミョウガだとかのバランスとかもね、すっごい良かったですね。で、かき氷だとかもね、食べてるうちにこう味が薄くなっちゃうんですけど、途中の層のところにまたね蜜が入ってたりとかして、やっぱりねずっと美味しく食べられるというような形のバランスにね、なっていて良かったですね。で、日替わりでこういう風にねプレートとかも、用意されているようですのでね、その日その日で美味しいものを食べさせてくれるというような感じのお店だと思います。ということでね、いただいてまいりました、オモカフェさんね、とても美味しかったです。またね、機会があったら来たいんだけれどもね、ただやっぱりね、関西料理美味しいんですけれども、大阪と京都っていうと全然やっぱ違いますよね。美味しかったです、オモカフェさん、ありがとうございました。以上、チーム超人アベンでした。ご視聴ありがとうございました。